さあ、それではね、最後、ガディアクエスト。ガディアクエストで、エンディング、敵を、まだそこまで行ってないよね。ガディアクエスト。歯車、あったあった。とりあえず、デモンズダンジョン。後半戦。前半戦が今終わったところだから。ヘブンズタワーに今から行く。で、幻の、おぼろシリーズを探して、アヒルを探す。で、ガディアクエスト引き続き攻略中。ヘブンズタワーだな。まだここまで行ってないからな。よし、とりあえず、行こう。やろう。ゲーム再開して、違うな。リセットして。ということでね、ガディアクエスト、白いカセット。ありの。おーん。コンテ。ということで、ボス倒してセーブしたところ。出るよね、まだ敵。他のゲームやって時間空いてるからどうやって戦ってたっけっていうのが。楽勝や楽勝やってか死にそうやないか。ねー、まあ、変えればいいんだけど、どこがあればいいんだろう。強い。この1回前のフロアを無視したんだよね。ここ通れるよね。トラマナが欲しい。メガル結構痛い。あれ？さらに上？ん？ここどこ？今地下に向かったんだがいいのか。で、ここの、落とし穴。ね。落とし穴の先にアイテムがある。魔力のリンゴ！速さのリンゴ！ね。まだある。よし！ナイス。よし！ちょっと MP が少ないんで、お、やったぜ。力のリンゴ。脳筋をより脳筋にしますか。はい、ということでここ上に行きたいね。お、ほっほっ、よし、右、くっそ、
は。やだやだいやー今の行き過ぎた。だからないねえ。え？メガルは痛いからやめろ。やった楽勝や。ちょいちょい痛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 い死ぬ死ぬ。やった。もうねここまで。帰りたくない。よし。ああ強いんだけど いらねえっていうね。でもまあ行ったかな、全部行ったかな。よし帰ろっか。うわねえ、あの一発のダメージが10増えるよりも30ダメージの魔法を使った方が強いと思う。下行ってないんじゃないか。ほら魔女の飛躍、銅の守護石、トールの雷。おっこれは来たか。てかアイテム欄そろそろやばいな。クレイモア説明。攻撃力はなかなか高いが罰が2つもある。あで今使ってる装備がハズレがないんだよね。弱いんだけど。さすがに装備するか。強いんだけどね。わあ魔力のリンゴ。パラメータアップ名ないな。あとねあそこだけ行きたいね。ここだ。関係ないな。よし帰ろう。飛んでいけ。城。ただまー。アヒルだ。君だよ。驚いた。アヒルが喋って驚いただろう。元は人間なんだよと。うん。追加の情報とかまだない。そしてオセ小走り。話が進むと装備が変わるって言ってたんだけどどうだ。まだか。ここでね、パラメーターわからないとか、その辺がきついよね。で、いらないものを売ろう。アイテム欄開けなきゃ。傷がついてるじゃん。そら使ってるんだから当たり前やろって感じ。なるほど。古い剣はね、物理さえ上げれば使える気がするから残しときたいな。やっぱミスしない武器の方がいいよね。で、デモンズタワーで鍵を手に入れたから、次は、
説明書。現在右下の村行って左下でそこから上行って今真ん中で上の塔に次行かなきゃいけないんだけど、とりあえず右行ってみようか。右端、鍵はまだだよな。なるほど、まだ更新されてないっぽいよね。よくぞ戻ってきた、ね、あ、変わってるわ。何？ヘブンズタワーに行かねば先に進むことができないだと。封印の鍵を交換し関係を断絶したのだったな。お前たちの祖先も面倒なことをしてくれる。あれ、これ姫様がラスボスだったっけ。これ開くんじゃね。大事なもの、ほら開いた、開いてんじゃん。やったぜ。おお、天使のローブ。精霊の腕は強そう。全員が装備できるけど、もう、あ、こいつかな。何を装備してんだい。ルーンメイル、特殊効果とかあんのかな。もうそれすらわかんねえ。昔のゲームって結構こういうとこあるよね。閉じ込めんじゃねえ。とりあえず速さは魔法使い。魔力、魔法使い。そう、今ハズレだったよな。力は脳筋。守備力も脳筋。で魔力。これ確定なのかよくわかんねえな。でヘブンズキー、うん、外回れるかな。昔の RPG あるあるやな。言ってないよね。お、ヘブンズキーで、俺は見たんだよ、見ちまったんだよ。黒くてでかい暗闇が、黒くてでかい暗闇がこの城を飲み込んだんだ。逃げられねえよ。王家の紋章、王家の鍵ないよね。さあ、ということで、あ、いらん。わあ、遅くなってる、めんどくせえな、おい。さすがにワープして寝に行くのはめんどくさいんで寝ましょうか。10までだよ。またのお越しを待ちしておる。じゃあここでセーブ。え、やめんの。よし、小走り。ここでも聞く聞くし、敵組んだ。じゃあとりあえずね、探索しようか。こんだけか、ここ。
どうせ行く道じゃないと思って無視したんだけど。で、毒の沼地自体もね、なんかアイテム捨てればどうだら、これもよく分かってないよね。学校のやつの言う攻略はだいたい嘘だからさ。信用ならねえよな。で、上行って、右。レベルアップしたら、ね、あー、なんかこれあったな。なーにこれ。ここは王家の祠じゃ。偉大なる王家の魂が守護する聖域じゃ。こういうのよくあるけどさ、なんで襲ってくるんだろうね。天界と冥界の王の証を持つ者に王家の宝。天界もクリアしなきゃダメっぽいね。さあ、橋を越えると敵が強くなるぞい。でも敵くんなで出なくなる程度の敵なのかな。そもそも敵くんなはフィールド全無視可能なのか、これがわからない。はっ、何かがいる。ちょっと待て、お前もっか。またお前か。まバカだろ。え？え？リセット。またお前か。勘弁してくれ。結局下回ったのと桶の墓行ったの何にも意味なかったから。あれ、敵くんな、小走り苦いやつだった、よくわかんねえ。さあ、ということで戻しプレイ完了ですよ。早っ。え、頑張れよ。さあ、それでは2つ目。お、なるほどね、強そう。おお、先制ヒールとかバカかな。ヘブンズキー。人間がここに何の用じゃ。お前は人間じゃないのか。庭なのかな。おー、なんかある。沈黙の仮面、それなり。あー、それなり。イニシエの迷惑により、天界や冥界へ続く道は厳重に封印されておるよと。封印が一つ破られてしまったということじゃの。強いね。まあ裏道から行きますか。くっす、イラッとする配置やな。よし、やるな。うわ、破滅の守護者じゃもう足りないな。
カジマメだ。うわ。やるな。なかなかきつい。いいもの。課長の名刺あんまり良くない。あー、これはいい。こいつはいいぞ。さあ、せずね。攻撃力は26だがミスがない。素晴らしい。あー、めんどくせえ。ゴビ、どうしよう。自分の安定にするか、ダメージの底上げにするか。俺が攻撃ミスると一旦完全に無駄だからな。ミスがないっていうのが素晴らしいよね。こっちの方がいい気がする。これも渡せないしな。このクソザコの古い杖をどうにかしたいよね。せっかくなんで、入り口戻ってセーブして、課長の名刺を使ってみようか。ここで、あ、そういうことか。あのクソ強いアリーノと戦うときにこれを使って弱体化させるとかか。まあわかんないけど、倒したはずなんだけど17年ぐらい前に。よくわかんねえや。まだ2回耐えられないんだよね。ドラクエはね、あの体力が一番大事なんで。うわ、待って、マジで攻撃が2回重なったら死ぬんだよ。ほら、きついな。レベルが足りない。ね、魔法なんで1ポイントが100ないと2回耐えられないんだよな。辛いな。ね、自分の装備は全部更新されてる。全部更新はされてる。一応いい防具を与えたんだけどね。古き良き帽子だから頭がクソですな。風使いの帽子余ってなかったっけ。マント、ね、サイクロプスの帽じゃなくて帽子にしない。古き良き帽子、これ更新しとこうか。まあ、どうせどっかで落ちてると思うんだけどね。ということで風使いの帽子を買いましょうかね。1個は落ちてたんだけど。まあ誤差みたいなパラメーターだけど。まあアリテリオス計算式の可能性もあるんでね。